ミンカ・ケリーはアメリカ合衆国の女優。アメリカ合衆国の西海岸にあるカリフォルニア州ロサンゼルスでフランス系アメリカ人及びアイルランド系アメリカ人の家系にて生まれた。父親は米国のロックバンドであるエアロスミスの元ギタリストのリック・ダフェイ。母親はラスベガスのショーダンサーのモーリン・ケリー。祖父は俳優のリチャード・ネーであった。父親と別れた後、 母親と共にニューメキシコ州にあるアルバカーキへ移る。ケリーは主にニューメキシコ州アルバカーキで育つ。高校を卒業後に故郷のロサンゼルスに戻り医学系の学校で学んだ。その後卒業して外科専門看護師になり、外科専門看護師として病院で働きながら複数のオーディションを受け、やがて女優デビューした。NBC フットボールドラマシリーズ。 フライデーナイトライツで、チアリーダーであるライラ・ギャリティ役でブレイクした。映画では、ヒノサマー、キングダム、見えざる敵、ザルームメイトなどに出演した。ザルームメイトにおける演技で、2011年度の MTV ムービーアワードとティーンチョイスアワードにそれぞれノミネートされた。アメリカ合衆国のエスクアイア氏で、2010年の世界における最もセクシーな女性に選ばれた。 2008年5月頃からデルクジーターと交際。2010年頃から結婚説も流れたが、2011年8月26日、ケリーの所属事務所が2人は発局したとアメリカのマスメディアに発表している。2017年月より、ジェシー・ウィリアムズと交際していたが、2018年1月に発局した。コメディアンのトレバーの後交際していたが、2021年5月に、 発曲が報じられた。ありがとうございます。